チ芸人のレッツゴーレディゴーラリーゴーラリーゴーです。神宮球場でできるストレッチ、今回はこれ、腸腰筋のストレッチ。縦膝をした状態でしっかりと上体を起こしたままおへそを前に押し出すことによってこの筋肉はストレッチされます。骨盤から太ももまでつながっているこの筋肉は長時間座っていると非常に縮こまります。硬く凝り固まってしまった腸腰筋は骨盤を下に引っ張りますので反り腰のような状態を引き起こすんですね。すなわち腰痛の原因になったりもします。ということはこの腸腰筋のストレッチをすれば腰痛予防にもなるんですね。ぜひ皆さん取り入れてみてください。そしてこの腸腰筋のストレッチを打席で取り入れてるスワローズの選手がいるんですね。そう、それがスワローズの選手がやってる腸腰筋のストレッチチャンス。さあバッターボックスに入ったのは5番バッターチャンスに強い男ゆうへい。ピッチャーが投げた低めの変化球を打った。ゆうへい選手がワンバウンドの球タイムリーヒットにした時、ここ伸びてるんです。さあ皆さん、このゆうへい選手の腸腰筋ストレッチ取り入れましょう。ゴーゴースワロー。我らの思い背に受け貫けフルスイング、君の努力の結晶今咲き誇れ、加藤瀬雄平。